うん、そうそうコバル、コバルっていうのはなんかね今日タクシーの電車が言ってたんだけどなんかあの今のあのパソコンのなんとか言語古い、新しくて古いの全部コール、コバルでできててなんかそれで大量に古いあの古いのを、うん、安く使うために。 インド人入れたんだけど私は違ううと思うのねそうインド人ってさほら狡猾じゃない火災とか、うん、で葛飾に行ったけどそうそう足立区と葛飾付近にそう先週のはね先週のは交付材じゃなくてあのモスクとか作ってたからなんか目印にしてんだよねあっちの北朝鮮の方からそうなんかあの茨城の東海村そう1999年のうんうんうんあの時さ かかってきたの、電話の時もそんであのー、そうそうだから黒人ってすっごい悪いんだよねアメリカなんか黒人だらけでしょものすごい悪いよねインド人とかうん今日もいたよミデンになんか変なのイオンねイオンのミ料電デンは黒人とあそうそうそうパソコンアビバとかあったじゃんなんか教室あれとか そそうそうイオンねそうだから白人の人に使われちゃってるのよあのおじさんとかねあのジョギングしてるおじさんそううんなんか着せられちゃってインド人だよやってるのはだってうんそう幸い二丁目のあれもそう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 なんか濁った人ねなんか仮面ライダーみたいなうんあよく日本橋であ時雨駅か大丸 大,大丸の東京駅でそうそうそうだこの間送ったじゃんそうだかロシア人のなんか変な NHK のさ朝のドラマのさなんか変な白人の東時人みたいなロシア人みたいなそうなんとかなん,なんとかってやったじゃん去年ドラマでなんかさそうそうなんかうさんくさいうんあの系統だよねあの系統となんか あの系統っってなんんかずっといるんだよね都心に濁った人ねそうパンギムみたいなそううんロシア人も相当うさんくさいからねだってロシア人っつってもあれスラブ人だよねうん豪華さですねそうだから金髪じゃないんだよね本当のうん うん、そうそう葛飾区ねだからあのー、今日タクシーのお店さん行ってたあのう、ー、うん、うん、へそうでもさツイッター止められちゃったのよなんか知んないけどさ横川こ武蔵小金井市のさ横川と岩谷っていうのがさなんか来てさなんか駅やってんだよね、うん、だから言ってやったのうんえ全部グーグルですよ そうなんか分かってないんだよねあのパソコンとか新しく変わったのだから言ってやってたのよ NTT とか au とかソフトバンクって今みんなグーグルですよアメリカのって。